こんにちは。陽明寺太極拳の指導している笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。基本の木のシリーズの今日は8回目です。15式斬新増頓杖、16式増子足ドゥーリー、その2つの型ですね。ではまず説明しながら動いてみます。14式の終わりですね。相手のこめかみをこう挟むような所作から動きます。まず下に沈んで重心を右足に乗せ、左かかとを入れましょう。ぐるっと回ってきて、重心が左足に乗ったら、かかとを軸に右足のつま先をゆっくりと内に入れ、180度転身した方を見ます。この時まだ重心は左足です。それからゆっくりと右足に重心を乗せ替えて、丸く手を下ろして、左手が下です。引き上げて、払い、開く所作。そこから左足をつま先で下りましょう。重心を左足に乗せ、右手を後手にして、右足のかかとを入れます。この右手を見ながら、左手胸前。沈み込みながら、かかとの延長線上に左足を直角に下ろします。右膝を緩め、左つま先を正面、前を見て、下半身で上半身を連れていき、重心が左足に乗ったら、かかとを軸につま先を入れて、右手が後手。左つま先を開いて、左手で払いながら、右手で右足を引き上げる動きです。鼻先、手の先、同じ方向。膝から下は緩んでいます。という動きです。15式は13式の陽頓杖と全く同じ動きなんですけど、このね、手がまず左足が上がるので、左手が下になりますね。13式の陽頓杖は右足が上がるので、右手が下でした。左手が下で、そして左足を引き上げて、払い、開くっていうこういう動きですね。これは陽頓杖を13式と同じですね。右足が上がって払い開くのが13式、前回の。今回は体の向きが変わって左肩が前に出ていて、左手が下で、そして引き上げて払い開く動き。どうしても片足立ちになると思って身構えて、上半身がすごい力が入って動きがちなんですけど、そうするとまたバランスも崩れるし、軸も崩れるし、なので落ち着いて、ゆっくりと転身をして、そして上半身の力を抜いて、きちっと軸を定めて、そして左足を上げ、払い、開くといいんですね。なので、転身はとりあえず置いといて、この左足を上げ、払い、開く動きっていうのをちょっと何回かやってみてください。それからゆっくりと今度転身をしてみると、部分稽古としては、自分でやる部分稽古としてはいいのかなって思っています。そして転身は重心の乗せ替えを実に丁寧にやります。これね、クリッとかって回ってしまう方が多かったりするんですね。で、どっちに重心が乗ってるかもわからないうちに、例えば靴下でやってたりして床で、そうするとすごくこういい具合に靴下でスルンと回れるから、スルンと回ってしまいがちなんですけど、そのスルンと回らずに、最初にどっちに重心を乗せているのか、そしてきちっとそっちに重心を乗ってる間に今度こっちとかっていう風にして、つま先かかとと足を動かしていくんだけど、その時に慌てないでクリンとやらないっていうことですね。右足軸、左足軸、
右足軸っていうのをゆっくりとどちらの軸も意識して縦軸を崩さないようにゆっくりと回ってくることが大事です。なので回数を重ねて、少しね体にこの重心の移動を身につけるように何回か繰り返すことを私はお勧めしているので、十五式をちょっと3回繰り返してやりますので、もしよかったら音声を聞きながら一緒に動いてみてください。ではやってみましょう。まず右足軸でこのこめかみをこの挟んでいるところですね。これまだ前足に7残っていて、後ろ足に3重心が残っていますね。ここ浮かないで。なので、この状態だといきなり後ろ足は動かないので、ちょっと膝を緩めるようにして右足荷重にします。そして左かかとを入れましょう。ぐるっと回ってくる。そうするとおのずと左足に重心が移ってきますね。左足に軸が取れたなと思ったら、右足のかかとを軸につま先を内に入れ、180度転身した方を見ます。でもこの時まだ重心は左足に乗っています。そこからゆっくりと重心を右足に移して、左手が下です。まあ、右足で一本足でここ軸を乗せている感じで、左足は強の足になっています。ここできちっと重心が定まっている。そして慌てずにバランスを取るようにして、左足を上げ、払い、開くという動きです。自分の体から手は離れていくので、バランスがちょっと取りにくいので慌てないことが大事です。では繰り返しやってみましょう。サンファンガールから右足軸、左かかとを入れ、ぐるーっと回ってかかとを軸に、右つま先をしっかりと内に入れ、180度転身した方を見て、右足に重心を戻し、慌てずにゆっくり手を下ろしてきて、左手が下です。左足はまっすぐに上げて、払い、開きましょう。左手は正面の敵を移して、右手は90度の敵を打つ手です。もう一度、右足軸、左かかとを入れ、ぐるーっと回ってくる。かかとを軸に右つま先を入れ、180度転身、右足軸、丸く手を下ろし、左足を引き上げ、払い、開く。もう一度やってみましょう。相手のこめかみを挟む。右足軸、左かかとを入れます。ぐるーっと回ってかかとを軸に右つま先を打ち、しっかり入れましょう。右足軸、丸く手を下ろし、左手が下、引き上げ、払い、開く動きというのが、まあ、十五式ですね。何しろリラックスをして、ゆったりとゆっくり重心を乗せ替えていって、慌てないで深い呼吸を吸い、そしてゆっくり吐きながら手足を伸ばしていかれるといいと思います。では十六式ですね。ここで十五式がこう引き上げ、払い、開いたところで十五式が終わっていますね。ここからまず左つま先を着地、ちょっと右足よりも離れたところに降りましょう。重心を左足に乗せ、右手を後手にして、この時かかと、右足のかかとを入れましょう。そして右手後手を見て、左手が胸前です。沈み込みながら、かかとの延長線上に直角にまず左足が出ます。そして右膝を緩め、左つま先を正面に、下半身で上半身を連れていき、かかと軸に右つま先を入れて、右手は後手、これちょっと後ろつつく技、
左つま先が開き、左手で払いながら、右手で右足を引き上げます。鼻先、手の先同じ方向。まあ、これも一つずつ足がこうなったりこうなったりして覚えにくいところだと思うんですね。後半やっぱり15式16式から覚えられないとかって言ってちょっと難しく感じてしまう方も多いと思うんですけど、まあ、とにかく一つずつ重心を丁寧に焦らずに覚えようと思わないで体で何回も練習されるといいと思います。もう一度やってみますね。あ、それで低い姿勢なんですけど、今私実はほどほどのところに足を下ろしています。で、これ広く出せる方はすごく広く出してもいいんですけど、この時ですね、足を出す時には、まだこう出した足に重心を乗せないところに下ろしましょう。そこからもう一度、この右足重心で左つま先を正面前を見て下半身で上半身を連れていってかかと軸で右手は甲手で手首を折って左手で腹つま先を開いた後払いながらつま先の方に膝を送って右手右足をこう引き上げてくるんですけど、この歩幅なんですけど無理してすごく広い歩幅にする必要もありません。私はだんだんこれから暖かくなってきて関節が調子がいい絶好調だなとか思ったらすごい低く下げる時もあるけど、だいたいお教室ではあまり下げないようにしています。皆さんがただでさえ私が大きいのに歩幅を頑張ってしまうからなんですけど、これね、全然歩幅、例えば広く取れなかったとしても何の問題もないんですね。こう開いて、このつま先着地して、右手を甲中にして、右かかとを入れて、で、歩幅、下半身に自信がない方は、ほんの少しのところでいいから下ろしましょう。この下ろした位置はかかとの延長線上で、この出す足に重心を乗せないところに下ろしておきます。そして右膝を緩め、左つま先を正面、下半身で上半身を連れていき、かかとを軸につま先を入れ、つま先を開いて、右手で右足を引き上げる。すごく狭い歩幅だったけど、何にも問題ありませんね。とにかくこの縦軸横軸を崩さないように、この出した足にいきなり重心をこう乗せないように、重心を右足に残したまま出せる位置に出しておくのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。例えばものすごく低い姿勢になったとしても、右足に重心のまま下に下ろしています。この足に重心が乗ってるわけじゃないんですね。この右足に乗っているということで、足を出した時には重心は右足に残しておくという感じで動いていきます。なのでここでこうずれてこう行かないように、こう足を出した時には常に右足に重心をまだ残しておくというところで足が出せるといいと思います。右膝を緩め、左つま先正面、この時前を見ましょう。そうするとね、軸が崩れないんですけど、ここで下とか見てるとすごいやっぱり軸がおかしくなっちゃって頭から突っ込んでいくみたいな、なんか頭のこう動きみたいになっちゃうのがこの難しいところなんですね。なので足を出して右膝を緩め、左つま先が正面を向いた時、この時にも前を見てしまう。そうすると上体が全く崩れずに、縦軸横軸が崩れずに動いていくことができるので、そのように
動かれるといいと思います。この手の角度は鋭角にしないで鈍角、これでちょっと張ってると相手にはすごい強いんですよね、相手から攻撃された時。でもこれが鋭角だとバーンって押されて自分が倒れちゃうみたいになっちゃうので、この角度は鈍角にして、そしてこの人差し指がちょうど鼻の前に来るようにして、この懐は少しゆとりがありますね、こうキュッキュッとしないで、肘は少し横に張っています。この角度は鈍角です。こういう感じです。で、下の手はこういうふうにペンギンみたいに開かないで、きちっと人差し指がこの自分の中心線とどこかで中指が重なるように方向づけると安定します。これがこうならない、まっすぐって言っても難しいんですよね、ちょっと内に入れる感じがちょうどいいですね。これで支えて上体を持ってきているので、この下の手はとても杖みたいな大事な手なので、こうなってたりとかこうなってたりとかしないようにきちっとこれ意識的に指先を入れ向けて方向に、とても大事です。ここでそして足を寄せてくるの上げてくるので、とても左手この手大事な手です。何しろゆっくりと足を動かして、まあ、ここでこのつま先を開いた後、つま先を開くときに前足に乗ってるんだけど、つま先を開くとき別にそんなに重心を移動しなくてもつま先は開けると思います、まあ、でもちょっと戻して開いても問題ありません。やりやすいようにしてください。私はこのまま開けるので開いちゃいます。そして洗って足を上げていきます。つま先から膝、膝は緩んでいる、この下は緩んでるね、膝から下で、とにかくつま先から膝は出ないように、このちょうどつま先と膝がこう、このつま先の方にこの膝を送っていって、ちょうどつま先と膝があったら上にこうスッと伸びるようにすると自然に後ろ足が寄ってきます。でそれが後ろ足で蹴って持ってくると外の筋肉を使っちゃうから、そういう動きにしたくないんですね。なのでここで足を出して下に緩み、下半身で上半身を連れてきて、後ろ足を直して右手をこうして首を折って、つま先を開いた後、この後後ろ足でピョンと蹴らずにゆっくりつま先の方に膝を送って、右手で右足を引き上げてくるといいですね。何しろ流れるように連々と切れ目なく動けるのがいいと思います。なのでこの15式16式はちょっとね、お教室だけではなくて回数を重ねてお家で稽古されると、その後こうスムーズに後半戦に移っていけるので、もうあと3分の2ぐらいの感覚です。15式16式が終わると、あ、もうあと少しだなっていう感じがすると思うので、この15式16式を無難に流れるようにいけるように、ちょっと15式16式は特別に稽古される方がいいかもしれないぐらいの動きですね。難しいですよね。ちょっと繰り返してやってみます。もうご一緒に、言葉と一緒に動きましょう。相手のこめかみを挟んでいる右足軸、左かかとを入れます。ぐるっと回ってきて、重心が左足に乗っている、かかと軸に右つま先をぐるぐる入れて180度転身した方を見る。この時右つま先なるべく入れておいた方がいいですね。右足軸丸く手を下ろして、左手が下、引き上げ払い開く、
そこから足を寄せる、少し右足に離したところに着地です。右手甲手、右かかとを入れ、この甲手を見ながら左手胸前、左足を右かかとの延長線上に直角に下ろします。右膝を緩め、左つま先正面、前を見て、下半身で上半身を連れていき、後ろ足かかとを軸につま先を入れ、右手甲手、左つま先を開き、左手で払いながらつま先の方に膝を送り、右手右足を引き上げて、鼻先手の先同じ方向です。というのが15式16式。16式は相手のバーンと顎を打ち砕き、そして頭をね、誰かがこう攻撃してくるのを低い姿勢で逃げて、そして正面の敵をこの膝打ちっていうか、これでバーンと股間を打ち砕くような、そんな動きですね。結構ダイナミックに動けるところなので、丁寧に回数重ねて稽古してみてください。もうこの15、16はもう回数でしかないように私は思っています。では今日は15、16、17、18と動いて終わりにしたいと思います。これやらなくてよかったんだ。はい、今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。